1938年74歳の誕生日にオルベラストリートの子供たちに祝福されるロサンゼルスタイムズ発行人ハリー・チャンドラー。ハリー・チャンドラーはアメリカ合衆国の新聞経営者。チャンドラーはニューハンプシャー州ランダフに生まれダートマス大学に学んだ。ある時大学生だったチャンドラーは馬鹿げた挑戦として 冬場の凍結したデンプンを大きなタンクに飛び込んだが、それがきっかけで肺炎になってしまった。チャンドラーは、大学から退学し、天地療養のために、カリフォルニア州ロサンゼルスに移住した。ロサンゼルスでチャンドラーは、果樹園で働き始めたが、その傍ら小規模な配送事業を起業した。この事業は、やがて市内の長官の配達を数多く手がけるようになり、 これをきっかけにチャンドラーは、ロサンゼルスタイムズ紙の発行人であった、ハリソン・グレイ・オーティスの治遇を得た。オーティスは、この企業家精神に満ちた青年を機に、入り、チャンドラーを、ロサンゼルスタイムズ紙の総支配人に抜擢した。チャンドラーの最初の妻は、出産の折に死亡していたが、やがてチャンドラーは、オーティスの娘マリアン・オーティスと結婚した。1917年に、 オーティスが亡くなると、チャンドラーは、ロサンゼルスタイムズが身の発行人として、経営を掌握し、同志を、アメリカ合衆国西部で、最高の新聞に変革した。チャンドラー指揮下の1920年代の絶頂期に、ロサンゼルスタイムズは3年連続して、全米の、どの新聞よりも多い、最高の広告出稿を、広告紙面と案内広告の量で達成した。しかし、 限りなく豊かだったチャンドラーの活力と夢はその大部分が都市ロサンゼルスの改造に向けられていたチャンドラーは住宅コミュニティを創出し大規模な土地登記を行ったチャンドラーは20世紀前半のロサンゼルスにおいてしばしば議論の的となる有名な市民であったチャンドラーが直接的に資金を提供した事業にはロサンゼルスメモリアルコロシアム バルチモアホテル、ダグラスエアクラフト、ハリウッドボール、アンバサダーホテル、カリフォルニア工科大学、南カリフォルニア自動車クラブ、ラジオ局、KHJ、トランスワールド航空、サンペドロ港湾、ロサンゼルスアスレチッククラブ、ロサンゼルス,アスクク。ルスアスレチッククラブ、カリフォルニアクラブ、パシフィック電鉄、ロサンゼルス芸術協会、サンターニタパーク競馬場、ロサンゼルス汽船。 ヨセミテ国立公園のアワニーホテル。さらには、ロサンゼルスと深部における、オルベラストリートやチャイナタウンの再開発などがある。不動産投資者であったチャンドラーは、開発に当たったシンジケートのパートナーとして、サンフェルナンドバレーの大部分の開発や、ハリウッドの給料部の開発にも関わっていた。ハリウッドサインは、もともとは、この開発の宣伝のために設置されたものである。 チャンドラーは他にも、マルホランドドライブ、ダナポイントの大部分、南カリフォルニアにある28万1000エーカーの牧場テジョンランチ、ニューメキシコ州にある34万エーカーの牧場バーミジョンランチ、メキシコバハカリフォルニア州にある83万2000エーカーの牧場シエ m ランチの開発に関わっていた。こうした投資の結果、最盛期のチャンドラーは、 アメリカ合衆国における最大の土地所有者となり、同時に、石油、海運、金融など、カリフォルニア州の35社の役員を務めていた。チャンドラーは、ロサンゼルスタイムズ紙の社長時代から、優勢学の信奉者として知られており、イズラ・ゴズニーが主催した人類改良財団の会員であった。チャンドラーとマリアンの間には8人の子供が生まれ、長男のオマン・チャンドラーは、 ロサンゼルスタイムズが身の発行人を引き継いだ。チャンドラーは1944年9月23日に心筋拘束で亡くなった。チャンドラーとマリアンはサンタモニカ大通りのハリウッドフォーエバー墓地に埋葬されている。その近くにはギフハリソングレイオーティスの墓碑もある。サンフェルナンドバレーの主要な通りとなっているチャンドラー大通りは ハリー・チャンドラーにちなんで名付けられたものである。チャンドラーは彼の新聞の影響力を利用して政治的決定を左右させようとすることがあったが、それはうまくいくことも失敗することもあった。1949年、チャンドラーは影響力を行使して警察委員サッド・ブラウンをロサンゼルス市警察の次期警察庁に据えようとした。この試みは チャンドラーと結んでいたブラウンが選挙の直前に休止して失敗に終わった。結局選出されたのはウィリアム・パーカーであった。ありがとうございます。